ルル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 ル今日も素敵です、ねえうん、ちょっとあの歌に入る前にちょっと私気づいちゃったことあるんで言ってもいいですか、はい、こちらはあ松原さんあのカナリアのピンバッジであの北のカナリアたち、はい、ご出演している松原さんをちょこっと、ね、出演させていただいて公式応援歌も歌わせていただいてるので、はい、一人でも多くの方にね、はい、吉永小百合さんとそして子供たちの演技をねぜひ見てほしいと思ってつけてるんですよ毎回実は私たちも見に行ってきたんですね、はい、映画北のカナリアです、ありがとうございます素晴らしかったですいやそれ、ね、大変面白い映画でしたハラハラするサスペンスタッチの映画でしたそうですね、はい、その中に絆とか思いやりであったり、うん、なんとなくこう日本人が今忘れかけてしまっているようなそういったものをこうふんだんに詰め込んでとてもいい作品ですね、はい、ぜひご覧になっていただきたいです、はい、ちょっと映画の話がありましたけれども、はい、今回のテーマこちらです戻りますと、はいはい、お酒と歌ということで先週15日には、はい、ボジョレ・ヌーボー解禁です、ね、どうですか松原さんもう飲まれましたいや僕実はね昨日札幌の千歳空港で一杯ボジョレ・ヌーボー500円で飲めたんで一、はい、人で一人だけしました一、うん、人だけいいじゃないですかいいですよねそれもまた、はいまあ、熱感も美味しい季節になったということで今回こちらのテーマなんですが、うんはい、松原さんに選んでいただいた曲はこちらです、はい、たくさんありましたね、はい、お酒に関係する歌ははい、はい、そうですよねそうですよね飲むと聴きたくなる歌、あるいは歌いたくなる歌っていうのもね、あるでしょうしね、はいうん、はい、ちょっとじゃあ見ていきましょうか、はい、まずは、はい、1977年石原裕次郎さんのブランデーグラスということで渋いムーディーな曲ですね。そうですね。これはもう本当にあの子供の頃ハチトラでいろんな大人の人たちが歌ってくれたりムード歌謡ってねいわゆる言われる曲でこの辺の曲はもう本当に久めにしてもムード歌謡が多くて、はい1977年79年とかこの思い出酒なんていうのは小林幸子さんのもう大ヒット曲ですけれども、はい本当に無理して飲んじゃいけないとっていうね歌詞もとってもいいんですよね、うん、それから船歌、はあ、それは白明さんお酒はぬるめの燗がいい、魚はぶったイカでいい、女は無口な人がいい、明かりはぼんやりともりゃいい、男女でのね途中であれが入るって、そうそうそう、塚田さんさっきねリハーサル中言ってあれがね、あそこのね難しいとかね言うかと思いますしね、そうなんですよね。川中美幸さんの二人酒、川中さんの初めての大ヒット曲ですよね。じゃあ一節歌わせていただきます、はいはい、生きて行くのが辛い日はお前と酒があればいい、お前と酒があればいいいいじゃないですかね。幸せ演歌の真骨頂です、うん、そうですね、 本当にね、幸せ演歌ですね。理想の夫婦像という方もおっしゃる、うん、いらっしゃると思いますけれども、はい、そしてこちら五木ひろしさんと木の実奈々さんの居酒屋ということで、こちらはあの五木ひろしさんのアルバムにソロで入っていたものだったそうですね。あ、そうだったんですね、はい、でその後木の実奈々さんとのデュエットでシングルとして発売されてヒットと、うん、実際お二人で歌ったのは数回しかないってある番組でおっしゃってましたね。今日は塚田さんと二人でちょっと歌ってみましょうか。なんで私なんですか。さんを挟んで無口な女の人の方がいいということで、ね、私がいいですね。絵もない花もない歌もない飾る言葉もシャレもない、そんな居酒屋でイエーイ、守っていただいて
なんで私と一緒に。光栄なことですよ。本当光栄ですけど。いや嬉しいですね。いやこちらこそありがとうございます。なんか酒場にいるような感じでした。本当ですね。すいません、お酒ちゃんと用意していればよかったですね。お願いします。気が利かなくてごめんなさい。宴会の雰囲気でございました。はい。そしてですね、はい、こちら、ウイスキーがお好きでしょう。石川さゆりさんの。これいいですよね。これもう CM なんかでね、うん、今もまた注目集めてますよね。オリジナルは結構古いんですよね。もう22年ぐらい前になるんですね。90年なんで、でもゴスペラーズさんがね CM で歌ったりして、さゆりさんの艶やかな歌声もいいですよね。なんとも言えない色気のある曲ですね。大人の歌っていう感じがしますね。なんかこう聴いてるだけでなんか酔っちゃいそうな感じがしますね。そうですね、ムードがありますよ、うん、今日はちょっと存分に酔いしれたいなって思いますけどね。お酒はないんだけどね。すいません、用意しておけばよかったです。いやいや、ごめんなさい、気が利かなくて。じゃあこちらですね、はい、続いて皆さんから選んでいただいた曲もご紹介いたしましょう。はい、この1曲皆さんにも選んでいただきましたけれども、どれも有名な曲ばかり、はい、それではエピソードをメッセージご紹介させていただきます、はい、どれでしょう。金沢市のさんちゃんさんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この1曲は美空ひばりさんの悲しい酒です。主人とお酒を飲みに行き、必ず歌うのがこの曲でした、当時はお店で生伴奏をしてくれました。主人と飲みに行くといつも2人で御前様でした。そんな主人も亡くなって30年、この曲を聴くと懐かしい思い出がよみがえりますということでいただきました。ありがとうございます。御神様天国に行って30年、いいですね。ご夫婦が飲み友達だったという、そうですね、いろんなお酒には思い出があると思います、じゃあこの歌も一節聞いていただきたいと思います。ひとり酒場で飲む酒は別れ涙の味がする。ありがとうございます。ジーンときますね。美空ひばりさんも毎回歌われるときに涙をしながら歌われてたということですね。さあ、それでは松原さん、はい、今回歌っていただく曲なんですが、いっぱいありますが、どうしましょうか。昭和の名曲、誰もが知っていると思います。この久め、はい、大ヒット曲ですね。加山明夫さん、そして日野美香さんでも大ヒットしました、はい、加山さん、こちらはデビューシングルだそうですね。今日は僕なりに歌わせていただきたいと思います、はい、それではよろしくお願いいたします。ぜひ歌ってください。もう少し今夜は帰らない、帰りたくない、誰が待つというの、あの部屋でそうよ誰もいないわ今では、歌わないでください、その歌は別れたあの人を思い出すから、飲めばやけに涙もろくなる、こんなあたし許してください。外は冬の雨、まだやまぬこの胸を濡らす、傘がないわけじゃないけれど、帰りたくない、もっと酔うほどに飲んで、あの人を忘れたいから、
私を捨てたあの人を今さら悔やんでも仕方ないけど、未練をこの消せぬこんな夜、女一人の酒わびしい、酔ってなんかいないわ、泣いてない、タバコの煙目に染みただけなの、私酔えば家に帰ります、あなたそんな心配しないで、外は冬の雨、まだ止まぬこの胸を濡らすように、傘がないわけじゃないけれど、帰りたくない、もっと酔うほどに飲んで、あの人を忘れたいから、忘れたいから、いやありがとうございました。ここスタジオでしたね。スタジオでしたね。忘れてました。そうそう、ちょっと前に来てるようなね。もともとのオリジナルってなんか赤ちょうちんみたいなイメージだったんですけど、今のアレンジ聞いたら本当バーンみたいな、エリザベスさんがジャズのようなね、ちょっとあのアレンジをしてくださって、すごい素敵、すごくおしゃれな、本当ですね、またあのオリジナルとは違った2、3名をね聞いていただきました。さすがです。ありがとうございました。いやさあ次回なんですが、はいはい、放送日が12月17日の月曜日ということで、はい、もう忘年会シーズン真っ只中ではないでしょうか。そうですね。はい、ね、二次会でカラオケに行かれる方々も多いのではないかということで、はい、次回のテーマはカラオケ18番です。はい、ぜひ皆さんのカラオケ18番、お寄せください。エピソードも合わせてお送りください。はい、あの何か送るといいことがあるかもしれないということで、はい、そうですね。あのぜひね、あの私は得意って方はね、ぜひ得意の歌を教えてほしいんですけど、この時期もうマイクが来るのが嫌だっていう方、なんかこの歌歌いたいんだけどワンポイントレッスンしてとかね、そういう方があったらアドバイスとか僕のできる範囲で、あのちょっとね、行ってみたいと思います。そういうことあるでしょうね。好きな歌あるんだけど自分でなかなか歌えない、いつも同じところで引っかかるとかいうことあるのかもしれない。はい、お二人のお箱もちょっと聞いてみたいと思います。ちょっと考えておいてください。どうしようか。こちらまでお寄せください。はいはい、思い出の歌とエピソード大募集ですよ。はがきの方は 920-0386 テレビ金沢、メールの方は ttc@tv-kanazawa.co.jp までお送りください。はい、お待ちしています。ぜひあなたの18番教えてください。はい、松原さん、はい、そしてエリザベスさん、今日は本当にどうもありがとうございました。この後は県内のニュースをお伝えします。金沢でのエレベーターによる死亡事故、現場検証です。